さん、はい、クレマグです。おはようございます。ウランです。エアです。ミミです。はい、コストコのものたち、イエーイ。あの前回紹介したんですけど、14万円分今回はお買い物できました。はい、でも久々だったんでみんな張り切っちゃって、うん、張り切りました。張り切っちゃってやってるんですけど、今からコストコといえば、はい、絶対に行わなければいけないわけわけタイムを今からやっていこうと思います。これめっちゃ大事。大事だってさ、主婦の皆さんも買ってきた瞬間にラッピングみたいなやってるのを見て、いやそうしないと日付があれだからみんな冷凍じゃん。そうですね。今からこういうのを一個一個に分けてやります。はい、じゃあさ、分けるやつ一旦ここで やる、うん、ラップだけでいけるやつで、うちが切ったやつ届けるから、うん、あ、ラップがラップ係して、はい、これは食べると切る、これも OK、 これ一個落ちる、これそのまま食べる、これは分ける、これは分ける、分けるで、これは切る、切るのはわけわけ終わったらみんなで落ちてやる、うん、よし、やるぞ。あー、あ、こちら、連日の撮影の疲れ溜まってんじゃない大丈夫そう。よいしょ。ラップを持って移動せよ。なんか目が開かない一息ついたら終わりだ。ダメだよ。一息つきたい。一息つきながら、これもあれ、ちっちゃい袋で入れ分けてほしい。はい、よし、やるで、やるで、やるでやんす、やるで。めいめい明太子、めいめい何個欲しい？2つ。え、2個でいいの？うん、ふざけんなよお願いします。はい、任せろ。ありがとう。サンマ大好き。本物のかば焼きとか食べたことない。え、マジうまいね。トラコ出勤ありがとうございました。ありがとうございました。え、何？タコ、え、待って待って、え、頭もいいよ。これは閲覧注意だ。キーモ、キーモくん、キーモくん、キーモくんすぎるので映せません。そんなことはないけど作業用動画。かば焼き何個いる？3枚。ウランは？3枚2。これエアちゃん、ブリはどういうあれでやります？何どういうって、あと何個欲しい？1個。ふざけんなよお前1個なんてあるもんか。本当に1個でいいの？うん、1個でいいし、だって今日も食べるでしょ。うん、確かに。疲れた、疲れた。なんか夢も見てないくらい疲れすぎて。そう、これすぐ寝てる。ありがとう。真面目にさ、ネトフリ解約しようか迷ってる。え、なんでなんでなんで、見なさすぎて。何もったいない。何も見てない。あれ、ユーネクストは？あ、ユーネクストも入ってる。アマプラも入ってる。え、絶対解約しようよ、見てねえな何にも見てないもったいな。昨日スポンジボブちょっと見た。何で？ネトフリで。ネトフリで見れんだ。いや、見れたのよ。へえ、解約した方がいいね。でしょ。それか、1個だけ残すか何か。あ、ね、映画をめっちゃ見るのか、ドラマをめっちゃ見るのか。うん、確かに。ドラマは見ない。あと、バラエティー見るのか。あ、バラエティーだね、見るとしたら。バラエティーなら何？相席食堂とか。うんうんうん。相席食堂って何？ネトフリにもあるし、アマプラにもある。うん、フールにもある。さあ、あなたはどれを選ぶ？どれを選ぶ？確かに結構するよね、ああいうの。いや、する。しさ、目に見えないからさ、あんま感じないけど、結構払ってるよね。え、でね、携帯代ってさ、いくらかかってるか分かる？自分の。見ればわかる。なんか、ログインみたいな。いやさ、いつもさ、20万ぐらい引き落とされる。ちなみに、何エアだけじゃなくて、うん、エア含めて3人分払ったよね。うんうんうん。でそれさ、なんか買ってんじゃないの、買い物、そう、携帯払いで。え、なのかな。じゃないと、だって目1万ぐらい。そういうなんかネットショッピングとかで携帯払いにしてみたいな。エアさ、20万って言った？うん。ちょっと待って、もう一回見よう。誰、弟？いや、パパとママとエア。あ、20万じゃない、12万だった。あ、でも高いかも。高いか、うん。高いかで終わりえ、そっか、うん、聞いてみたら。そうしよう。え、そうなんだよ、なんかさ、毎回さ、これ見てさ、毎回そんぐらいな、あれ書いてないの、詳細、合計のところにさ、ログインしたら明細みたいなの見れる。何でお金払ってるか分かる？あれ、ログインできないの。なんで分かんないの。そう、メールアドレスが多分全然違うやつがやってて、前もドコモショップ行って
怒られた。怒られた。ね、だからドコモショップに持ってった方がいいよね。うん、で聞いた方がいい、うん。みんなこんぐらいなのかなと思う。違うよ。なんかやってんの？なんかやってんの？やってるよ。だからさ、クレカとかもさ、たまに見とかないとさ、確かに不正利用とかされても気づかなそうなの、うん。そうだよ。うちそれで一回止められたと思う。ね、あ、なんかウランしょっちゅう止められてる。うん、しょっちゅう。なんか12月ぐらいにちょっと怪しいやつあるんですけどって言われてやったら、うちその日マジで何の買い物もしてなくて、うん、なんで分かったかって仕事、我々一日仕事だったから買い物してないのに、ネットでどこどこっていうサイト、うん、で何万円、どこどこっていうサイトで何万円、計12万円分ぐらい、急に買われてるんですけど本人様ですかって言われて、えっと思って調べたら電子レンジとかのブランドで5万円ぐらいのなんかいいやつと、うん、いいの買ってんな。あと男の人の香水ブランドのサイトが出てきて、そこでも3万円分ぐらい、うん、それ以外はそのサイト名が出てこないやつなんで何買ったか詳細わからないけど、この2つだけわかるんですけどどうですかって言って、私じゃないですって言ったら、もう多分全部分かられちゃってるから全部止めましょうってなって、うん、新しいカードに変わった。そんな何個やったん？2個。お前ざけんなよ。え、ウランはタン2、1。え、ね、1個持って帰るの？え、何？あ、持って帰る。1って何？1って何？1枚。1枚持って帰るの？ウランちにいっぱいやれ。あ、そうしよう。お前ざけんな。みんな来んなら。確かに。ふざけろ。じゃあ、エアが適当に今日食べる分残してくれ、うん、何枚ずつさ、ラップしてほしい？2枚ずつだって。ふざけんなよ。あと昼のとかあったっけ？昼のは、まあ、サーモンだけ。サーモンだけだよね、うん、あと刺身、ブリの刺身とかぐらい、うん、あとニョッキ ニョッキチンしないと。やばい、早めにしないと。オッケー、終了。はい、これがウラメインの。あ、ありがとう。冷蔵庫に入れておきます。はい、あ、楽しみだな。すいません。ホタテどこ？ホタテがいません。皆さんの分けたやつ名前書いたんで冷蔵庫入れます。はい、あ、あと水餃子。あ、水餃子。をちび袋にメイル。いる。に分けてください。ねえねえ、ウランのはこれ。それとも全部これに入れる？あ、そっちに分けて。あさみさ、はい、何個ぐらい欲しい？何だ？これ水まんじゅう。そんな多くいらない？うん。さ、ふざけんなよ。ちっちゃいって言ってんだろ。サービスしてあげて。はい、これサービスしてくからね、うん、3個プラスサービスで10個。めいめいの水まんじゅう。これ冷凍？冷凍、はい、あ、結構入ってた。あ、こんなちっちゃかったの。え、そうだよ、もうちょっと入れる？入れようよ。はい、一丁がり。しゃ、凍ってます。ありがとう。もういいよ。もういいよ。もういいよ。もう終わらせんな。うまそう。寿司。ね。卵焼き嬉しい。めっちゃでかいよ。オッケーだよ。オッケーだよ。え、雲いる。そこ。そこ。あ、本当だ。でも雲はなんか他の虫も来るらしいよ。え、そう。ありがとう。お疲れ様でした。疲れた。バターってここに置いたかな。あ、こっち先使うか。こいつ切らないといけないね。サーモン麺。サーモン麺しないと。サーモン麺。バター少々。いや、バターたっぷり。いや、バター少々。なんで？バター少々。バター少々。醤油もない？あ、あります。なんで、ストックで大丈夫です。え、こっちもあるじゃん。やばい。誰少々してた？誰？トラコだよ。トラコ？トラコあるぞ。あ、エアタン焼こうか。エアタンタン。エアタン行きましょう。エアタン、タンタン。エアタンタン。タンタンやないかい。タン、タンとエアタン。はぁ、あ、うわ、もういい匂いしてる、ね、もうしてる。もうしてる。じゅー。あ、サーモン、めんめん。サーモン、めんめん。メインの家でやったやつだよ。そうだよ、懐かしい。だいぶ前だよ。めっちゃ懐かしいやん。今日のホタテちょっとギュッとしちゃってるかも。けど、あとちょっとちっちゃい。確かに量は多いけど、うんうん、いつもはなんか、うん、
っていうやつ。今日は緊張してる。緊張気味だ。かわいい。テレヤさん。いいよ、全然。リラックスしてこう。なんかうちらってさ、お肉買わなくなったよね。え、そうだね。だってこのタン入れるまでお肉何も入れてなくて、最後に。あ、タン買ってないって。入れたの。入れた。入れたの。タン。入れたの。タン。入れたんだよね。そうだ、タンだね。そうだ、タンだ。エア、タン。エア、タンがタン入れたんだよ。エア、タンがタン入れたんだよ。ではファイヤー。ケイさん上手で。雪。雪ファイヤー。うわあ、うまそう。してます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 。タンは何を？塩。塩コショウ。塩に塩？そういうことか。わかんなのすぐ理解は。できた。タンできた。タンできたん。タンできたん。いいってもう。呆れてる。呆れた。うますぎる。ねえねえ。これは米欲しくなるうまさ。ちょっとさ、味見する？またやってるじゃん。ちら味見した方がいいんじゃない？一回。絶対さ。ねえ。これ味見しよう。うまい。ごめんね。ね、アヒージョいい感じ。いい感じ？うん。ほら正解。グツグツしてる。正解？正解だよ。サーモン麺これ？もう一個大きいのにしようか。モリモリにしよう。モリモリモリミツコにしよう。モリミツコ。みんなわかんないんじゃない？モリミツコさんわかります？私世代。あ、わかるよ。わかります。だって今の中学生グリーンの奇跡知らない。え？それはちょっと問題だよ。なんか聞いたことあるみたいなの見たのね、TikTok。え、それやばい。その時にさ、平成の方がこうやって聞いたことあるないみたいな。奇跡聞いたことない人いっぱいいた。やばい、ドンピシャだよ。グリーン。誰しもがグリーンじゃん。グリーンは。うちらのグリーンじゃん。めっちゃおしゃれにしてみてもいい。いいよ。パセとか。うん、これちょっと見ます。これね、口でやって。はい、ホタテ。こんな感じ。では、サーモン麺。カモン。カモンヌ。ね、自分でオリーブオイル足してもいいか。ちょっと少なくて気がする。うわ、これさ、ユッケダレ作りたいね。ねえ、思ったよ。ユッケダレどうやって作るの？あれ、何出てきたの？こっちじゃん。なんかうまいよね、あれ。なんだ、なんであんなうまいの？アイス食べて、食べて。食べて。冷凍庫開けて。でもさ、これ、トルコのアイス。サーティワン、うどん。うちらだよ。え、食べていいのこれ？いいよ。やった。じゃあ、もか食べてもいい？どうぞ。やっぱ、ホットキャンディでいいや。家庭から放置しとこ。トンキャンディ凍ったハンガーの上を猫が歩いています。あ、すごいやこれ。逃げ。やった、アイス食べたかったんだよね。よかった。でもさ、あの時さ、サーモン1キロってさ、秒じゃなくて食べきったっけ。食べきった、すごい。なんかカルパッチョとかにして食べてたけど、なんかいつもサーモンさ、刺身以外でどう食べたらいいかも。ホイル焼きにしたり、あとはなんか片栗粉をまぶして青のりと一緒に分回してそれ焼いてた。お子様もにも人気。うちのポコは食べない。もの珍しいものは食べない。フランと一緒だ。はい。なんかイケメンでも面白い人はいないって話よくしてる、うん、そしたら DM で私の学校にイケメンでめちゃくちゃ面白い人いる。え紹介してほしい。な、気になるよね、うん、ぜひ。気になるからお会いしたいです。どこから会えないですか？DM くださいって。DM 待ってます。でもそれもよくない？なんかあなたの身近に面白いイケメンいますかっていうのを街頭インタビューして。でもそれでさ、連れてイケメンじゃなかったらどうする？客観。でも面白いの基準の方がむずいか。うん、何を基準に面白いっていうか、盛り上げ上手なのかさ、その場の。なんかイケメンで天然な人って割といるじゃん、うん、その人も面白いけどさ、うん、そういう面白さじゃなくて、なんていうの、話とかで面白い人を見てみたい。あと何分？4分くらいですね。ニョッキッキです。この家ってもしかして、もしかすると塩がない。さっきから探してるんですけど使わないんです。塩は絶対にある。だってトラコさんも普通に料理してるよ。塩探してます。絶対あるって。味塩ならある。味塩で代用してる。味塩じゃないの。
味塩って何が違う？味塩はなんかしょっぱいだけじゃなくて味の素みたいな、そう、うん、もうちょっとしょっぱいわみたいな。てか、うん、初めて知った事実。何ですか？クレマグハウスって食洗機あったらしい。え、そうなの？つけるよ、こんだけさ、これね、わかんない、気づかなかった。食洗機ありました。一度も使ったことがありません。え、エアさ、あ、でもエアも使ってなかったか、うん、おかしい、うん、食洗機マジで革命起きるよって言われるけどさ、うん、使ったことがないからさ、気になってる。乾燥までしてくれるの？してくれるのなら欲しい。どうなんだろうね、洗うのはいいじゃん、うん、その洗うの待ってるわかる、拭くのもなみたいな、うん、自然乾燥に任せるしな。実家の時は拭いてた、拭きになってさ、食洗機使ってた家あるな、あバイトの時ぐらい、うん、あのガチャンってやつ、そうそうそう、あれあっちんだよな、カレー終わった後何度やけどしそうになったことか。このアヒージョフラ持って帰る、うん、じゃあバッグいるとこね。ありがとう。お友達が来ているの。あ、そうか、みなちゃん、おい、よかったね、一緒にうのちゃんのライブに行ったんだ。あ、うん、楽しかった。うん、やっぱオタクっていうかさ、そういうの知ってる人はわかるからさ、うん、すぐ、あ、撮るよ写真とか言ってくれるの。え、神なんだけど。え、天才？本当？天才？見えてるの？見えてるの？これ卵黄オン、オン、あ、あ、何何？失敗しました。あ、いいんじゃない？うん、1個でいい？なんか多分見えないよねちょっともう1個見せてるから3、2、1、ビビー、出来上がりました。いけるか？いける？こぼすなよ、こぼしなよ、こぼしなよ。いや、でもいい感じに卵が垂れている。ピント？ピント？ピント？一貫、一貫、一貫、なんていうの？ピント？あ、あって、じゃね？てかさ、卵黄崩れていい感じ、いい感じ、うわすげえ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 、見て、え、めっちゃいいじゃん、やばい、素晴らしい、素晴らしい、この出来はえぐい、素晴らしいです。じゃじゃーん、やばい、サーモン麺できた、完成、完成すぎる、美味しそう、マジうまそう。セッティングします。うわー、すごい、いい匂い、ね、待って、サーモン好きすぎって思った確かにそうだよ、サーモンだらけなんだよ、サーモンに取り憑かれてる、やばい、クモに食べられちゃう。春巻きも作っちゃう、確かに作っちゃうから、こっち向き、マッチ。ではまず塩を探し続ける。うん、できる限り探してくれ。塩なかったらさ、ないで食べる。ないの？マキシマムもないの。え？ポリニッシしかない。ポリニッシじゃない、なんでこんななくなったんだ。ポリニッシ作っちゃうね。なんかさ、うん、ポッキーとか入れていい？あ、入れよう、持ってきて。てか思った、うん、水道なら水道で濡らしたらいいかね。確かに、こんな今でやってるこれソース、ソースうまそう。ポキ、ポキ生春巻きうまいよ。生春巻きって何て言ってんの？具材が少なく、多いってことかじゃない？なんだっけ、まずニョッキー、ニョッキー、ニョッキー、サネキー、はい、マゲー、ね、ママにさ、ニョッキー食べたいって言ったらさ、ママニョッキーから作った。えじゃがいも潰して外側にイルガイモをする、うん、していくだろう、うん、ポキちゃん、いただきます。そう、うん、うまい、うん、これはうまい、うまい。いや、みんなポキ生春巻きした方がいいかも、ね、別にこのセット買わなくても。確かにライスペーパーだけ売ってた、そういえば。オレンジレンジ、それもさ、知らない人いるよね、うん、いる、どっから知ってるの？え、それの、いやでも知ってる人の方が大半だとは思うけど、うんうんうん、でも知らない人もいるんだっていう。確かにそういうのを感じる年になってきた。本当だったらメイはクッキーとか買いたかったの、うん、でも今食べれないからゴリゴリだもん、やめました。冷凍してもって感じだ。そう、ちょっと長い、でもあとちょっとだよ、言うて、やば、まあ、この動画出てる頃にはもう終わってる。あとうちらの中では10日、2週間ぐらい、うん、唐揚げ食べたい。メイはシュークリーム、うわぁ、いいね、あ、でもあげたな、ね、
しまう。そう、食べるから。え、そしたらさ、あと1ヶ月ちょっとあり、それまで。で、1回食べて。え、そうしよう。初めの方に食べといて。じゃないと、ちょっと結構、プリンも食べるし。ママにも言ったよ、プリン。言った、プリンあるって。言っといた。結構これ、枚数入ってる。本当だ。オレンジ系入るといいですよ。うん。エビ使っちゃう。エビ使えるな。オレンジすぎてきます。やっぱ緑大事。緑って大事だよ。ほんと多分みんな自分でやる楽しさあると思うんですけど、うん、全部やります。私もやります。乗らなくて魔法がこうします。じゃじゃーん、できたー。美味しそう。ありがとう。ありがとう。できました。ホットンキャンで美味しい。サーモンパーティーじゃん今日。よいしょー。あー、また。はい、というわけで、はい、準備が整いました。イエーイ。おいしそう。なんかすごい大変だったかも。でもすっごい賑やか ね。てか色がいい。うちらサーモン好きすぎる。マジでサーモンばっかりあるんですけど、今から食べていこうと思います。はい、それは次の動画で出ますので、うん、一緒にご飯を用意して、はい、夜ご飯食べてもらえたらなって思います。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。そして輝くウルトラソウル、ウルトラソウル、ウルトラソウル。